いやー、確かめて。SRA! SRA! SRA!
ます。ではまず左から、自分の名前と所属のチーム名を教えてください。谷口鈴音です。はい、谷口鈴音です。はい、谷口さん、上富良野ジャガーズで野球をしています。はい、高橋真央です。上富良野ジャガーズで野球をしています。はい、船橋彩音です。ベンガル東スターズ。3人とも北北海道ですよね、学童でいうとね、うん。チームでのポジションを、では奈良林さんからじゃあ教えてください。ピッチャーとファーストをやってる。ピッチャーとショートとサードです。どんなポジション？キャッチャーとファーストです。はい、今日はあの男子選手と混じってね、あのセレクションを受けたんですけど、緊張とかなかったですか？最初は緊張したけど、馴染んで。馴染んできた。高橋さんは？ずっと緊張してます。あ、今も？そっか。最初は緊張してたけど、どんどんなんか慣れてきて。どんどん慣れてきた。はい。では持ち味を教えてください。じゃあ高橋さんを教えてください。ピッチングで大事な時にストライク取れて三振取った時とかが持ち味ですね。はい、では奈良林さん、ピッチャーでもっと最初は高めバッターだったから全部ストライク取れた。あ、コントロールが持ち味。あ、なるほど。谷口さんは持ち味は？ランナーが出たときに盗塁とかさせる、刺すこと。あ、なるほど。さっきあのキャッチャーのスローイングやってましたけど、どうでした？うん、あんまりそれなかった。うん、あ、よかった。そういう練習はしてる、チームで上富良野です。はい、あのすごい緊張したと思うんですけれど、力発揮できました？これからね、セレクションは結果がこれから出るんですけど、ぜひね、合否関係なく、チームのためにまた頑張ってください。はい、どうも取材協力ありがとうございました。